はい、モコフィットネスです。今日はですね、ロードバイク紹介なんですよ。で、先日行われた、サイクリングイベントで、もうね、全員分の自転車を紹介したいんですが、ちょっとね、それやってるとね、明日までになっちゃうので、今日はね、特に、一番最新だったので、ご紹介したいと思います。はい、ですね、この通り、イベント中でみんなに見られてる状況でやるっていう感じなんで、適当な感じになっちゃうと思いますが、見てください。じゃあ、行きますよ。はい、皆さん、キャニオンのエアロード CFR でございます。フラグシップですね。あ、皆さんこれ大好物ですよね。一番今のところ有名なメーカーの中では、一応理論上数値としては最速をマークしている、ロードバイク、エアロロードバイクになります。はい、じゃあ最新なんでね、ちょっとどこら辺が変わったのか、前回の方を持ってる方は分かるとは思うんですが、ちょっとここら辺ね、リアタイヤのここのクリアランスのこの、シートステーあたりですか、シートステーからこのシートチューブ、ここら辺のあたりもね、ちょっと厚めになった感じですよね。はい、はいはいはい。で、フロントもね、ここら辺もね、若干ね、ちょっとね、変わってますよ、今回はね。で、フロントフォークもね、そのままストレートに行ってる感じです。で、横から見るとストレートなんですが、前から見てもストレート。はい。これはピナレロとか他のメーカーとは違くて、完全に、前後左右ストレートでございます。はい。フロントにはキャニオンのね、ロゴ入ってますね。はい。で、ステムハンドル一体式。はい。で、オーナーさん曰く、これはステムは選べない状態なんですよね。はい。フレームを合わせたら、もうそれに、付属するステムハンドルはもう一緒になってくるようでございます。だからね、もうバシッと自分のね、ジオメトリーが決まっちゃってるって方は問題ないんではないでしょうか。はい、で、コンポーネント見てみましょう。クランク、ローターですね。はい、で、パワーメーター付きですね。パワーメーター付きですね。ペダルがデュラーエースですね。はい。で、コンポーネントのリアディレイラー、フロント。ここら辺はすべてシマノで統一しています。はい、で皆さん、DT スイスですね。はい、僕が、推してるメーカーの一つでございます。これはもう間違いないですよ。スターラチェットですね。もうこれが、一応、一番これが推してるとこじゃないですか。180、ここに詳細載っかっておきます。はい。で、これは50ハイト。これはノーマルで。なるほど。S サイズだと、後ろ60、前50。S サイズだと、後ろ60、前50の、アッセンブルになってるそうです。面白いですね。で、 M サイズだと60-60なんですけども、S サイズだとそういう感じで、でもね、確かにそうなんですよね。ホイールってね、前がね、ちょっと細身で、後ろが太身の方がね、見た目的にはめちゃくちゃまとまってかっこいいですよね。はいはい。それしてサドルが、セライタリアの穴開きですね。はい、はい、トップチューブ見てみましょう。はい、よいしょ。はい、サイクルボトルがこれ付属、エリート。はい、サイクルボトルがエリートでございますね。ROC VO、わかりません。で、あとはディスクブレーキですね。はい。
はい、で、ですね、ここら辺がいつもはね、はしょっちゃう場所でもあるんですが、ここです。はい、あ、すいません、ありがとうございます。まあ、サイクルコンピューターガーミンなんですが、ここ、ライト、見てください、これ最新のライト、フロントライトですよ。なんすか、これ。これ、動いちゃう形状、熱っ熱っ熱いすごいな、これ。また一つ学びましたよ。フロントライトはむやみに触るべきじゃないですね。熱いです。で、ここはね、動きますよ。で、こう、ここで、だから、そっか、角度が、もう、決めれちゃってるから、ここで角度を取れるんですね。あ、これすごいっすね。本当に、田舎者なんでびっくりしますよ。はい。はい、こんな感じで、今日は、キャニオンの、CFR でございました。全然覚えられませんでした。はい。はい、そんな感じで終わりにします。ですね、まだまだね、たくさん、いいね、ロードバイクがあったりね、あとね、そう、あと、ちょっと、このマシンとは関係ないんですが、全体的に見てて、やっぱりね、ホイール、ハイパールーン、ですっけ。あのね、ホイール率がね、高かったです。5本、4本ぐらい、この人数、20人前後の、オフ会だったんですけども、うちね、4分の1ぐらいがね、同じホイールでした。人気高いですね。今日はちょっとそれがちょっとびっくりしましたね。はい。じゃあそんな感じで、キャニオンの紹介でした。それでは、いつもですね、ちょっとも楽しかったら、いいね、チャンネル登録お願いします。そして下の概要欄からですね、チェックしてみてください。サイクルジャージ、インフィニット、よろしくお願いします。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。